Thank you.
年ぐらいに近づく。食べる食べるから、ね、タイトI'm not afraid to die.
では本日はご来場誠にありがとうございます。秋雄館卒業ライブです。本日は、6時から8時まで2部構成、途中で1回休憩を入れて2部構成で、お送りいたします。出演バンドは3バンドで、まずサマーカクションとフィーラスフィーラ、そして萩学校ロックバンドというバンドが、3バンドが出場します。では第1部に早速参ります。第1部をライブをお楽しみいただくにあたって、何点か注意事項がありまして、受付でも、言われたと思いますが、コロナの、感染の感染防止の拡大、感染防止を防ぐ目的から、感染拡大を防ぎたいので、ココアのアプリを、入れてくださいというふうに、お願いされたと思います。スマホの Bluetooth の設定をオンにして、お楽しみください。そして、途中でもしお手洗いに行きたくなった場合は、そちらの赤いドア、ちょっと 見えづらいかもしれませんが、赤いドアの中にありますので、ご自由にお使いください。では、いいかな。では、第1部、一番最初に登場するのはサマーカクションです。文化祭の時もこのバンドありまして、聞いたことある人もいると思いますが、1曲目は、サカナクションで忘れられないのです。どうぞ。Thank you.
がとうございました、忘れられないのでした、皆さん今、お気づきの方はお気づきかと思いますが、ベースにちょっと見たことある顔があれっていうことが、はい、スペシャルゲストといたしまして、周遊館英語教員の我らがスーパーベーシストユーリコールです。ではじゃあ次の曲に行きましょう。あ、まつりちゃんありがとう。また来ます。いっぱい今日彼女乗るので次は、須田まさきの曲さよならエレジーです。まあ、ハモリとかに注目してお聴きいただければなと思います。ではどうぞ。
と日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に、私とあなたで夢を描く。3月の風に思いを乗せて、桜のつぼみは春へと続きます。
ファーストステージはまだ続いてますけれども、次の曲から、我々フィーラスピーラーのステージになります。ちょっとだけ、セッティングに時間がかかるので、まあ、席移動していただいたりおしゃべりしていただいても構いません。あ、マスクは着用の上で、お願いします。すいません。真夜中ちょうどお腹が空く頃、エンジンの音で飛び出した。理想と現実は違うものだって。流れるラジオうるさいな。マイクこれにする。おしいな。どっち来ようかな。お待たせいたしました。先ほどはポップなステージだったんですけれども、それでは打って変わって今からジャジーな感じでいこうと思います。最初に我々が演奏する曲は、モーニンです。僕最近なんかこのモーニンがそのグッモーニンじゃなくてなんかなんだっけ、うめきなんてことを知ったんですけど、ちょっとすっごいにわかなんですけど、モーニンってそういう意味じゃないらしいんですよ。そんなことはいいんですけども、文化祭で、やった曲を、もう一回演奏したいと思います。ではモーニンです。Every morning first morning Comes about the trail I see
先にメンバー紹介させていただきます。じゃあまずボーカルの素晴らしいスキャットを披露していただいた宮原まつり、ドラム出雲信春、ピアノ鳥越慎之介、トランペットは私藤本一之助です。そして最後、プロの方です。アビル淳二さんです。じゃあ次の曲参りましょう。次は知ってる方もいらっしゃるかもしれません。キャラバンです。
of caringましょう。あ、ハモリパートに一人加わってくれます。どうぞ。ハモリじゃないですか。あ、ハモリじゃないですね。あのツッコミ？何？ツッコミ？愛の手。愛の手ですね。愛の手パートに一人加わってくれます。ユニア翔太。ちょっと異様な感じですが、参りましょう。ファーストステージ最後の曲です。どうぞ。Thank you.
お邪魔女カーニバルでした。これは普通日本語の歌詞しかないんですけど、1番で歌ってた英語の歌詞は、我らが周遊鑑賞ひろと君が作ってくれました。今日も来てらっしゃいますね。後で出ていただきます。じゃあこれでファーストステージは終わりになります。どうもありがとうございました。20分の休憩に入りますので、皆さんおくつろぎください。思い出して僕の声を感じて僕を
当ライブはインスタにしろ YouTube にしろ写真にしろ動画にしろ全部 OK です。自由に上げてください、宣伝してください。
芝居でした。
ません、お飲み物なんですが、さっきチップは多分回収されたと思うんですけど、追加で料金を払っていただければおかわりができるそうなので、ご自由にどうぞ。ではセカンドステージに参りましょう。セカンドステージはですね、もうポップな感じで、ポップスポップスという感じで、ポップロックじゃない、あ別にどっちでもいいんだけど、ちょっとメンバーの入れ替わりが激しいセカンドステージを始めましょう。最初は、鍵括弧ロックバンドです。彼らはもういつ作ったの、もう最近作った急増バンドですが、この日に合わせてもうガチガチに仕上げてきてくれました。期待しましょう。最初の曲はシシャモで明日へです。明日もです。大変失礼しました。
ました。じゃあこのバンドも先にメンバー紹介をいたします。じゃあボーカル工藤萌香、アコースティックギター国谷翔太、エレクトリックギター井上クロード、ドラム出雲信春、キーボード鳥越慎之介。僕たちのね、もう各バンド全部そうですけど、もう上手い彼らがもう全部ね、リズム隊がここにいて回ってる感じなので、バンドはもうこうフロントが変わればいくらでも作れるという感じなので、次の曲は、何でしたっけ、君と次の曲も、本当ににわかなんですいません、シシャモで君と夏フェスです。どうぞ。好きな方は必見必聴。
あ、次はブルーノマーズで、ラナウェイベイベイですね。ブルーノマーズってブルーノマーズなんですか、ブルーノマーズなんですか、ブルーノマーズなんですか。以後ちょっと覚えておきます。失礼いたしました。では、ラナウェイベイベイです。どうぞ。Oh yeah. Well, looky here, looky here. Oh, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf who's closing. 'Cause at the end of the night, it's her I'll be holding. I love you so. That's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I'll never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, run away, baby, baby, boom, boom, I'm telling you. You better get. So many eager young bunnies that I like to pursue. Now even though they're eating out the palm of my hand, there's only one Carol and they all got to shout. I love you so, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, baby, baby, boom, boom, I'm telling you. You better get away. I just wanna work you, baby. Yep, yep. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, no, no. I just wanna work you, baby. If you're scared, you better run. You better run. You better run. You better, you better, you better run, run, run away, run away, baby, baby. Boom, boom, I'm telling you. You better get away, get away, darling. 'Cause everything you hear is true. You fall in love, fall in love, fall in love. まだあのライブ配信のことをあんまり詳しくお伝えしていなかったので、会場の皆さんにもライブ配信をご視聴の皆さんにもお伝えしておきます。今ライブ配信が多分リアルタイムであってて、まあ見てる方いるのかな。これがあ、動画に残ってこの後、まあメンバーのアカウントとかで公開されるかもしれないので、まあもう一回見たいという方はぜひともよろしくお願いします。じゃあ次、また洋楽ですね。 Good for you、 どうぞ。For you, I guess you move on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you'll be working on yourself. I guess a therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. And good for you, you look happy as hell. Ain't nothing if you ever tell. Ain't nothing if you ever tell.I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your car is really taking off. It's like we never even happened, baby. What the? It's up with that.
If you know you're inside, remember, never met me. Remember when you told her, go, I was the only person that I got you. And screw that, and screw you. You will never have to hurt no way, you know that I do. But good for you, you look happy as hell.次が、鍵学校ロックバンドの最後の曲となります。まあ、セカンドステージはまだまだ続きますので、皆さん、まだまだ楽しんでください。最後の曲はですね、スーパーギタリスト井上クロード君激推しバンド、フレデリックで、オドループです。なんか、ダンスがあるので、踊れる人は席立って踊っていただいて、ぜひとも踊ってください。セッティング大丈夫ですか？それでは、僕が何か話をつながなきゃいけない。するとこういう時いつも僕らの中ではウクニアさんが文化祭の時に大外しした MC の話でいつもいじって盛り上がってるんですけれども、彼は観客に対して交通手段を聞いていくんですよ。今日電車で来た人って言うんですけれども、まあ、特にその後何も回収せずに、そう電車で来た人、はい降ろしてください、次バスで来た人ってだけ聞いて何もしないっていう彼の代名詞みたいな MC がありまして、それは今僕が彼をちょっと使わせていただいてるんですけど、セッティングは終わりましたでしょうか？全然終わってない。ちょっとどうしようかな。ここで粋な話をして盛り上げるだけのトーク力があればよかったんだ。なんか僕らバンド3つともなんか結構直前までもうなんかひどい出来だったんですよ。なんかどこで合わせるかもわからんみたいな、すごいひどい出来だったんですけど、なんか結構本番に強いみたいで、なんかほとんど全部のバンド全部の曲がもうこの今の本番でもう最高のクオリティが出てるので、やっぱり本番に強いって、まあ、受験でもそうですけど大事かな。ちょっと受験はまあちょっと本番に強い人と本番に弱い人がいますけれども、フィラスピーラは全員浪人です。浪人生バンドです。セッティング終わりましたか？じゃあ最後の曲いきましょう。オドループです。どうぞ。
知らない、踊ってない夜が気に入らないよ、気に入らない夜なんかもう僕は知らない、踊ってない夜がない夜なんてとってもとっても退屈です。思ってるだけで行動、現状これはチャンスなんかって思う、明日ネットがほらタンタンタタタタンタタンタンタタンタン、踊ってない夜を知らない人とてもこの世に一人もございません、踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らない、踊ってない夜を知らない、ロックバンドでした。また次のバンドが用意をするので、またちょっとだけリラックスしていてください。ありがとうございました。
カンドステージの後半を始めさせていただきます。セカンドステージの1曲目はですね、スペインをまた証拠でもなくやろうと思っております。ちょっとね、僕らね、いろんな曲やりたかったんだけどね、そう、文化祭の時の曲をもう一回やってほしいっていう声がね、もういっぱいあったから仕方なく、まあ、スペインをねもう一回やろうと思います。練習時間がなかったっていうのはまあ秘密ですね、まあ、誰にも言わない。じゃあスペインをやろうと思います。どうぞ。Yesterday, yesterday, I can think. I'm gonna count the time. Then you came.
どうもありがとうございました。次の曲からはですね、さっき余興と言っていいのか、ちょっと余興というのも失礼なんですけども、バイオリンを、素晴らしいバイオリンを弾いていただいたボーカル宮原まつりの妹宮原宴ちゃんが入ってくれます。まつり宴ってすごくないですか？なんか僕感動したんですけど、なんかセンス爆発してませんか？名前、ネーミングセンス、僕めちゃくちゃ好きなんですよ、まつり宴のコンビ。もうちょっとコンビか、お姉妹ちょっと名前をつけていただいた親御さん、ありがとうございますセッティングは終わりましたかね？終わってないですね。僕なんか喋らないといけないそう、宴ちゃんね、うまいんですよ。まあ、見たら今聞いたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃうまくて、まあ大体バイオリンとかやってる人はもうなんか2歳とか3歳からやってるから、もうそんぐらいやってるのかなって聞いたら、もうまだ5、6年しかやってないっていうんで、もうやばいなと思って、そのやばいバイオリンをぜひとも聴いていただければと思います。じゃ次は なんだっけ、フィーリンググッドです。多分聞いたことあると思います。どうぞ。Birds flying high, you know how I feel. Sun and sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good.宮原まつりに拍手。毎回僕は次の
曲を覚えてないんですけれども、あ、次キラギ、はい、ですね、次はもう一人ボーカルに入っていただいて、もうさっきからずっと出ずっぱりなクニヤさんをまた持ってきてですね、あの歴史ってご存知ですかね、なんかアフロで顔がでかいおじさん、サングラスをかけたおじさんが歌ってるバンドというかアーティストなんですけれども、それの曲をやろうと思います。クニヤさんメイン で松井ちゃんはハモリ、面白い曲なのでぜひ、まあ、ともでは、キラキラ武士です。キラキラ星ではなくキラキラ武士ですね。どうぞ。段取りが悪いんですけれども、あのこの曲この曲あのなんかちょっと楽しい曲なので、観客の皆さんにもちょっと手拍子していただこうかなと思って、ちょっと難しいリズムなんですけど、うん、そう、最初だけちょっとお願いします。あの僕が1回やるので、もしついてこれるそうだなと思ったらちょっと一緒にやってください。ちょっとやってみますね。ありがとうございます。Mm-hmm.
して出会いがいる注意して空気取りは忘れて無視今何回もあなたに会いたくてどうなるふりをして間違いをね、こうごまかせるっていうか、間違いってないからね、ジャズってね。じゃあ次またゲストがいらっしゃるので呼びましょう。岩下さん、また使い回しですけれども、またあれ素晴らしいパフォーマンスを、歌以外のパフォーマンスも素晴らしいものを見せてくれるはずなんですよ。次の曲は椎名林檎と誰だっけ、宮地か、宮本浩次で獣よく細道っていう曲なんですけど、この曲面白いのが宮本さんが暴れるんですよ、ステージ上で。暴れてるんですか？すっげー暴れるんですよ。なんかすごい暴れてる宮本さんをこうリンゴ様がなんかまたやってるよみたいな感じで見てるっていうのがなんかライブな感じなんですけれども、それをちょっと今日やってくれるかどうかっていうのはちょっとまだわかんない。ひどいな。岩下くん次第ですね。絶対やらない。やりますか。ぜひとも踊り狂っていただいて、髪の毛ワシャワシャしていただいて、こう原曲の雰囲気をね、皆さんにも初めて聞く人にも分かるようにしていただいてね、やってほしいと思うんですけれども、まあ、いつもセッティングの時間とね、僕の話の尺が合わないですね。じゃあやりましょうか。じゃあ獣ゆく細道です。みんなわかってるのさ、そう絶え間ない流れに流れをしている。いつも通りお決まりの道に潜んでる。秋の夜気ぶくれして生きながら、死んじゃ夢かと太い浮かぶ飼い鳴らす俺が許せんじゃねえか、自分自身の才能。仲間と体まるで気違い、人間たる前の前に率直な感動頼ってないこと、と本性は獣あるの白い命を生きた。お話に突っ走ろうぜ、行く先は孤独で場所、大自然として去る。足並み揃えて安心してた。
か積んだ熊と同居する謙遜する前の男子率直な態度で思ってないと思うそうそうそうでもね味がった命でこそ成し遂げた結果が全て孤独を見かけた自由溜まって僕へ姿を見ているようで見ていなかった彼ですね。我らが周遊鑑賞が出てきましたね。おー出てきた。カリスマですね。ひろたくんをお招きしてですね、毎回同じところでつまずきますね。トークスキルも一流ということで学校でずっと喋ってますからね、彼ね。じゃあ最後また椎名林檎ですが、うん、椎名林檎とトータス松本の目抜き通りです。じゃあ今日は、ご来場そしてライブ配信のご視聴どうもありがとうございました。
真のネオンサイン探したい。あなたにいる仲間たちがまばゆく光誘ってる日本の夏よ。溶けたオーライン認めたい。愛の血の使い用意してたんですけど、ボーカル今まで出てきた人ほとんどみんな出てきてですね、セプテンバーをやろうと思います。アースウィンドアンドファイヤーですね。これ誰でも知ってると思います。これをですねみんなで回して歌ったりハモったりして楽しく歌えればいいかなと思ってます。
本日はご来場いただき誠にありがとうございました。これで本日の全プログラムは終了でございます。皆様お気をつけて、雨降ってるのかな、お気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。仲間が一人命を